元横山町第一自治会村田会長、元横第二町会元横地区連合会長秋山会長、元横山町中部自治会柳沢会長、元横山町第四町会黒沼会長、元横山町第五自治会高田会長、田町町会小川会長、実行委員長小山さん、小山です、よろしくお願いします。それでは主催者を代表いたしまして、秋間連合会長よりご挨拶をいただきます。皆様おはようございます。ただいまご紹介をいただきました元横地区連合会長の秋間でございます。本日は大変お忙しい中、多くの皆様にご出席をいただき感謝申し上げます。そしてこの元横ふれあい交流会の、企画設営まで来ていただきました実行委員の皆様には大変ありがとうございます。合わせて、本日ご来賓になられます方あなたですが、まだお見えになってないようですけども、随時来た方からご挨拶をいただきたいと思います。まず八王子市長石森隆之様、そして衆議院議員萩生田光一様、また、東京都議会議員の伊藤昌光様、また市会議員で多くの皆様に、ご出席いただいておりますので、どなたか、代表の方に、ご挨拶をいただきたいと思っております。簡単なやり今年の夏は例年にない猛暑でございました。その中、八王子祭りが挙行されましたことで、各種団体の皆様方も一斉に、自分たちの祭典を開くようになりました。私たち元横6連合は、皆様と相談しながら、今回この八王子祭り、八王子祭りに引き続き触れ合い交流会を開催することになりました。皆様方には本当にお世話かけますが、何せ今日一日、体を休めていただき、夏休みの体を休めていただき、リフレッシュしていただいて、この祭りを楽しんでいただければと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。それではこれより実行委員長の開会宣言です。小山実行委員長、よろしくお願いいたします。第11回元横地区連合町会のふれあい交流会、これから開催いたします。よろしくお願いします。萩生田光一様もお見えになっておりますので、ご挨拶をいただきたいと思います。皆さんこんにちは。地元でお世話になっております衆議院の萩生田光一です。コロナが明けてやっと皆さんで顔を見合わせる、こんな触れ合いの集いができることを大変嬉しく思います。小川さんたちもう一曲やってくれんだって今思ってたんですけど、途中でご挨拶になって大変恐縮でございます。地元の皆さんがこんな隠れた才能があるっていうのも今日改めて存じ上げたところでございます。
元横連合町会八王子祭り、久しぶりにみんなで出汁を引いて、そしてこのふれあい祭りができて、で改めて元横の良さっていうのを皆さんでかみしめていただける、そんな一日になっていただいたらありがたいな、そんな風に思っております。私も八王子の代表として恥ずかしくないようにしっかり頑張ってきますんで、変わらぬご指導を心からお願い申し上げて、秋葉連合会長はじめ皆さんのご労苦に敬意を表して、簡単ですけれども一言激励とお祝いのご挨拶いたします。おめでとうございます。自由民主党政務調査会長衆議院議員萩生田光一様でした。ありがとうございました。八王子市長の石森貴之でございます。4年ぶりの開催ということになりますが、元横地域の大多くの皆さんが一緒に会しましての、ふれあい交流、盛大に開催をされまして、心からお祝いを申し上げたいと思います。長引くコロナ禍にございましたけれども、ようやく乗り越えまして、今年の夏は各町会自治会さまざまなイベントが一斉に再開されるようになりまして、八王子祭りも4年ぶりに開催することができました。大変多くの方が待ち望んでいたということもございまして、3日間で延べ85万人の皆さん方に関東屈指の出汁祭りを楽しんでいただいたこともございます。この秋もですね、八王子市内ではいろんな大型イベントが開催される、そんな予定になっておりまして、特に11月4日5日には本州を含む全国のですね、日本遺産認定団体が一堂に会します日本遺産フェスティバル in 総都八王子、これは東京多摩未来メッセを中心に行うこととしております。中心市街地全体でお祭りをしていこうという、そんな大規模なお祭りでもございますが、この機会に全国から多くの方がお越しいただきますので、八王子の豊かな歴史伝統文化、こういったものを発信しながら町の発展につなげていければと、そのように考えておりますので、ぜひまた皆さん方にもお越しいただければと、そのように願っております。今日は非常に子どもたちも含めてですね、世代を超えた交流の場になろうかと思いますけれども、ぜひ素晴らしいひとときとなりますことを心からお祈り申し上げ、ご挨拶に返させていただきます。まず誠におめでとうございました。ちょっと今雨降り出したんですが、朝早くから皆さんのご協力をいただいて、盛大に、第11回ふれあい交流会ができましたこと、誠にありがとうございました。また来年もですね、計画されると思いますが、ぜひとも皆さん、演舞の方、また観客の方、模擬店の各団体の方、またよろしくお願いします。本日はありがとうございました。